今や人気絶頂の SUV。しかし、注目を集めることなく忘れられてしまった、不運なモデルも数多く存在します。生まれる時期を間違えた影の薄い SUV たち、市場に早く出ることは、必ずしも良いとは限らない。2022年現在、SUV は街角に溢れているが、このボディスタイルが台頭したのは、 比較的最近のことである。今のような人気を集める前に発売された SUV の多くは、ほぼ完全に忘れ去られているか、あるいは後人を排した存在として、不名誉なレッテルを貼られている。現在の SUV の原型となったモデルもあるが、街で見かけることは、ほとんどない。今回は、ジープのようなアルファロメオから、イスズの奇想天外なコンセプトまで、覚えておきたい。 SUV の数々を紹介する。アルファロメオ・マッタ、1951年。アルファロメオは、走りの性能に根ざしたブランドだが、商用車も多く販売しており、各種版や1951年に登場した、オフローダーのマッタ、マッタなどがある。マッタは、イタリア軍向けに開発されたが、最終的に、フィアットの提案した初代、カンパニオーラが採用された。アルファロメオは、 マッタの販売を断念せず、1951年から1955年にかけて約2059台を製造した。そのほとんどはイタリアの政府機関、皮肉にも軍隊を含むの手に渡ったものの、数百台は一般市民にも販売された。マッタは1900に搭載されたデュアルオーバーヘッドカム DOHC の1.9リットル4気筒エンジンを 流用した見た目通りの初歩的なモデルであるインターナショナルハーベスタートラベル1953年インターナショナルハーベスターは1953年から1975年まで4世代にわたってピックアップベースの SUV にトラベル、トラベルルの名を冠していたトラック由来の足回りからわかるように頑丈で ほとんどのモデルに四輪駆動が設定された。コンバイニやトラクターを設計していた会社が製造した乗用車だが、家族全員でブランチに行くのは想像以上に快適だったようだ。インターナショナルハーベスターは1960年代 4WD を日常の足とする購入者のニーズに応え、トラベルの乗り心地を改善していった。そんなトラベルに影を落としていたのが、シボレーサバーバンだ。 トラベルにはピックアップトラックと SUV の中間的な存在で五輪トレーラーの牽引を想定したワゴンマスターも土壇場で追加されたが販売台数は伸びなかった1975年のモデルイヤーを最後にワゴンマスターは引退インターナショナルハーベスターは1980年に乗用車の製造を中止した写真は最終世代モデルジープスターコマンドを 1967年、コマンドーが登場するまでに、ジープは20年以上かけて有名な運用車の民間版を作り、様々な成功を収めてきた。コマンドーは、大型の2ドア SUV で、ピックアップ、コンバーチブル、写真、ロードスター、カバードワゴンがあり、2年前に発売されたフォードブロンコをしっかりと視野に、 入れたモデルであった。1972年に発表された C104 は、脱ジープのフロントデザインや新会社 AMC の強力な実力及び V8 エンジンを採用していたが、販売上の問題を解決するには至らなかった。そのため、コマンドはほとんど忘れ去られてしまったが、一方ライバルのブロンコは最近復活し、 高評価と記録的な売り上げを見せつけているプリムストレールダスター1974年ジープはブロンコへの対応が早かったがクライスラーは遅かったダッチラムチャージャーはブロンコが2ドア大型 SUV というホットなセグメントを確立してから10年近く経った後遅ればせながら登場したモデルである姉妹会社のプリムスはこの車をトレールダスター トレイルダスターと名付けた。トレイルダスターは、ラムチャージャーと同様、クライスラーの、スモールブロック V8 と3.7リットル直列6、気筒を搭載。しかし知名度は低く、市場の反応も予想通り冷ややかなものだった。ダッチは7年間で、ラムチャージャーを11万台販売したのに対し、プリマスはわずか3万6000台にとどまった。ダッチにとって、初の SUV であり、 最後の SUV となった。ウムム・アルター、1984年。アルター、オルターは、複雑な経緯を経て、生産に至った。その前身は、フランスの片田舎にあるクルニルという、小さな会社の工房で誕生する。その後、ウムム、ウニオン・メタロメカニカがライセンスを取得し、1977年に、クリニルと名付けた、オフローダーを、1984年に、 改良型のアルターを発売。1986年にはさらに改良を加え、アルター2とした。アルターはいずれも機能優先のデザインを体現したモデルである。前方視界を確保するために低いフロントエンドを持ち、リアセクションはできるだけ広い空間を確保するために、箱型に設計されたロングホイールベース、ショートホイールベース、ピックアップが用意されたアルター2は、 耐久性が売り物であった。1989年のパリダカルラリーでは、出場したすべての車両が乾燥している。また、ウムムは、アルター2の民間向けモデル、ビーチ向けの明るいデカールを両面に貼ったものなど、を発売し、レジャー向けのオフロード車市場に食い込もうとしたが、ラーダニーバと比較しても、あまりにベーシックであったため、その良さは伝わらなかった。1992年、 ローマ法王ヨハネパウロ2世がポルトガルを訪問した際、専用車として使用されたこともある。ダイハツロッキー、1988年。日本では、ラガー。英国では、フォートラックと呼ばれた、コンパクト SUV。日本や英国では通用したが、SUV に、骨太感を期待する米国では小さすぎた。エンジンも最高出力 100PS に届かないよん 気筒エンジンで十分なパフォーマンスとは言えない。ハンドリングもひどく、米国内でのイメージダウンにつながり、1992年に、米国市場から撤退してしまった、ベルトネフリークライマー、1989年、1980年代、44市場は大きく変貌を遂げた、ジープグランドアゴニアや、ランドローバーレンジローバーなど、かつては、 道具ととしてて購入されていたたモデルが、スステータのの象徴となったのである。ベルトーネはこの変化をチャンスと捉えたダイハツのロッキーをベースにインテリアを一新しデザインに手を加えさらにエンジンをよりスムーズでパワフルな BMW 製に完九1989年からフリークライマー フリークライマーとして販売した。1989年から1992年にかけて初代フリークライマーは約2800台製造された。この数字は決して輝かしいものではなかったが、ロッキーの改良系をベースとした2代目モデルの開発を決定するには十分だった。1992年に販売を開始した。 フリークライマー2は1995年まで2800台が製造されたが、ベルトーニャは他のプロジェクトに生産能力を振り向けるため製造中止を決定した。